こんにちは、ここは横浜みなとみらいです。これすごいですね、観覧車ね。もう、ま、なんか毎回みなとみらい、この辺泊まるところが安いんですね。今日はですね、またその中でちょっと違うところに泊まるんですけど、いろんなところ泊まりまくってきたんで、なんか最近みなとみらいのホテルに詳しくなりましたよ。この後ろにあります、これタンクローリーですね。2キロリットルぐらい入るとか、なんかそんぐらいみたいですけど、万葉の湯と書いてありますが、これはですね、江戸時代の将軍の温泉入浴を地で行く感じなんですけれど、温泉を運んできてるんですね。みなとみらい、小田原、町田、沼津、秦野と書いてある、まあ、その5か所にあるですね、温泉施設でして、本物の天然温泉をね、こう運んでくると。熱海湯河原温泉と書いてあるんですが、まあ、つまりここで、なんですか、お湯が湧いてるわけではないんですけど、どっかから、まあ、どっかです、要するに熱海湯河原の、まあ、どっかから湧いて出てきたお湯をここにこう溜めて、それで温泉ですよと言って使うというわけです。これどうなんですかね、殺菌とかしてるのか。まあまあ多分してるんだろうな。本当はね、しない方がお湯としてはいいんでしょうけれど、まあそれはするよな。でもいつものパターンですけど、普通に一人で泊まったらめちゃくちゃ高いので泊まれないんですが、当日に予約するとやたら安く、素泊まりとかそういう制度も出てきますんで、なんか普通に2食付きらしいんですけど、だから安く泊まらせてもらおうというわけです。ワンワンハウスって書いてあるな。犬預かるあれかな、多分ホテルかな。なんか犬の鳴き声がしますけど、こういうのって深夜ずっと誰かがついてるんですかね。多分そういうことなんでしょう。一泊二食、一人13,650円。横浜としては結構安い方なのかな。いろいろプランがあって、ね、女子旅温泉プラン、もうこれって女性じゃないとダメなのかな。そういうことは書いてないですけど、まあ、女性限定で書いてあった。まあ別にそれいいんですけど、この料理と、ここに、泊まって、それから特製デザート飲み物付きで5,900円。まあ美味しそうな料理ですね。まあそういう感じのちょっとデラックスなスーパー銭湯、箱根とかにありそうな感じです。で、さらに客室に宿泊できますという、今回はこの部屋に泊まるわけですね。フロントは7階ですか。そうなんだ、7階建てなんで、そんなに高いのか、ここ。すごいね、エレベーターが畳で、あ、踏んじゃいけない。でですね、部屋に入って落ち着いたところなんですけど、結構部屋いっぱいあるんですよね。見てびっくりした。和室の階がこの5階で、6階かな ?6 階が洋室だそうですけど、こんな広いんですね。広いのいっぱいあるんですね。1から32まで、このフロアで、つまり32部屋と、下で、64部屋で、1日につまり128人が泊まれるのかな。それぞれの部屋が定員がですね2名ということでした。まあ、こんな感じの部屋ですね。6畳間、なかなか結構本格的なこう和室って感じですね。お客様のプライバシーを重視させていただくというサービス観点より、当館では和室のお布団敷きはお客様にお願いをしております。後ろを見るとこう押し入れがあります。こうですね、この中にこの布団を、まあ、自分で敷いてくださいねってことなんですけど、別に自分で敷くぐらいわけもありませんし、ね、別にあれですよ、私たちめんどくさいし、布団敷きに人件費かけたくないからって言うんじゃなくて、私どもプライバシーを意識してですね、そのサービスの観点から、まあ、確かにここ泊まりに来る人結構多分若い人とかもいるんじゃないかなと思うんですけど、そういう人なんかはね、部屋にね、こうなんか食事とか出てる間に人が入ってきて布団敷くってのはあれだろうし、それからそもそもここは2食付きとかいうあれだったから、今回は素泊まりで泊まってよくわかんないですけど、食事の時間とかってでもなんかかなり柔軟なような気がしますね。どうなんでしょうか。一泊一人13,000円で、ね、横浜で温泉旅館っぽいことができるっていうのは、まあ、確かにまあ本当の旅館とはまた違うと思いますけど、それでもいいでしょうね。やっぱりね、旅館まで行くってなったらどうしても足代がかかりますんで、こっから一番近いところってどこかな。小田原か、やっぱ湯河原かね、箱根でしょうね、多分ね。やっぱそこまで行くとなると交通費だけでも結構往復、まあ5、6000円ぐらいするじゃないですか。まあそれ考えたらここに1万3000円で2食ついてね、まあまあのこういろいろやってくれる、それが一番いいような気がしますね。これ冷蔵庫開けると富士山の美味しい天然水、富士山だったかな、と書いてある水が入っております。まあこっちもねもう一個あるんですけど、
でここ助かるのがチェックアウト11時なんですけど、でも、まあ、チェックインはちなみに5時でね。でそれより前もあの荷物とか普通にあの温泉施設、まあ、なんだ大江戸温泉物語とかね、東京の人だと結構行ったことある人いると思うんですけど、まあ、要するに通常のスーパー銭湯みたいに、自分の荷物ロッカーに預けてここにある温泉に入って食事してっていうことがあのできますんで、まあ、一番早ければ朝の10時に来て、出るのは何時までとか特に書いてませんけどね、あのずっと別にいても多分大丈夫なんじゃないですか。私も明日ちょっとね、アメリカに行くんですけれど、まあ、あの、実はここはね、あの、今日は大学の用事があって、あの、ここで泊まってるわけではないんですが、あの、アメリカに行くにあたって、それ夜なんで、その早く空港行ってもしょうがないですから、ちょっとここでね、温泉とか入って、あの、ゆっくりしてから行こうなんていうふうに思ってます。だからチェックアウトは11時ですけど、あの、この部屋はまあ、それまでに開けるにしても、その後またね、あの、この温泉施設でどっかダラダラお食事でもしてようかなというふうに考えております。で、声もありますね。トイレだけ、トイレと洗面所、綺麗ですね。これね、やっぱまあ当たり前ですけど、あのお風呂はついてないんですよ。まあ、だから部屋をいっぱい作れるっていうのはあるんですよね。お風呂はここお風呂が森なんですから、別にこの部屋についてるやつなんかいらないでしょ。まさにその通り。お湯も入ってきました。よかったです。もともと万葉の湯というのは、湯河原の温泉が万葉集奈良時代の歌集にまで登場していたので、まあ、それで、湯河原温泉から取って万葉の湯ということです。こういうところでは基本的に脱衣所とかそれから、まあ、下駄箱とかね、そういうところの、鍵のロッカーを渡されまして、それにバーコードがついていて、このバーコードをピッとやってお客さんを識別し、そこで、ね、まあ、紐付けてですね、あのキャッシュレス決済をやって最後この、施設を出るときにお金を精算するというやり方を取っています。だからお風呂上がったときにこういうものを私は買ったんですが、これはあのお金はね、とりあえずその場で現金は支払っていません。後で帰るときにまとめてレジで精算です。これね、なかなかいい値段するんですよ。180円、ちょっと標準より高いですね。おそらくですが、こういうものをやっているのでは現金を取り扱う箇所を減らすことができるという効率性の他にも、お客さんがお金を使っている感覚、それをちょっとこう少なくさせて、それで財布の紐を緩めようという考えもあるものと思います。クレジットカードとかもそうなんですよね。でも美味しいのは間違いありません。ここは夜景も有名ということで、ベイブリッジデッキというところに来ました。ロイヤルパークに何回かね泊まって、その動画も多分ご覧に入れたと思いますから、まあそれと比べると東京タワーとかを見えるとは思いますけれど、まだまだ東京方面などはね、もっとすごい景色もあるということを知ってしまっています。でもついこの間泊まりましたけど、このインターコンチネンタル、これがこうバーンと見えるのは、これはここ独特。それから反対側ですが、あそこにね大きな観覧車ありますけれど、本当はこっち側に展望足があるそうで、それは夜のうちに見るべきでしょう。ちょうどまた今ね、ぐるぐる賑やかになりだしたところですが、立派なもんですね。これね、こう花火をイメージしてるのかな、大暴れしております。裏にこの間泊まったランドマークタワー、あそこもたまに安く泊まれる時あるからね。それは何度もご紹介した通りですが、みなとみらいももう大方区分けしながら楽しみに尽くしてきた頃でしょうか。角度や場所、その高さによっていろんな景色があります。この観覧車ね、1回乗るのに確か800円ぐらい取るんですよね。私も1回だけ乗ったことありますけど、確かあの時は最長往復切符の時にお金ないのに乗ったのを思い出しますが、結構夜終わるのも早くてですね、もう割といい子ちゃんでピタッと今止まっております。この観覧車の中に1つだけ当たりがありまして、これですね、ガラス張りのやつ、多分まあやっぱそのデートとかに使うような人がね、あれをあの処方するんだと思いますけど、前行った時はすごいあれのためだけに行列ができてましたよ。一周するのにね、何分もかかりますから、あれ待つためにそんだけぐるぐる回るんだったら、のこぎり山でも行った方がいいんじゃないかと思いますけどね。翌朝チェックアウトして展望レストランに行きました。まだ誰もいません。今時刻は11時30分。あのね、ちょっとチェックアウトした後の取り扱いなんですけど、私も少し勘違いしていたんですが、11時チェックアウトで、その後は一旦、全て清算をした後で再入館ということになるそうです。でチェックアウトした後は1時間190円で、好きなだけ、好きなだけっておかしいね、1時間190円で滞在できるそうです。でレストランは11時半からの営業、まあ、それまでもですね、飲み物とか簡単なものは出してもらえるそうで、とりあえずビールだけ注文しました。
こういうところにしては多分普通な方の値段なんじゃないかな。あんまりこういう居酒屋的なところは来ませんけど、まあ普通か。高いってことはないね。会員限定メニュー、牛ハラミサイコロステーキ。すごいですね。このサイコロステーキってね、あのインジェクションビューフみたいな、なんか人工的に作ったやつもありますけど、これは本当にサイコロ状に切った美味しいサイコロステーキです。いくら丼も美味しそうですよ。390円。この会員というのはポイントカードのことでして、見るとねスタンダードメンバーって書いてありますが、あの航空会社の、JAL グローバルクラブとかああいうのと同じような感じでね、利用頻度の高いお客さんにはプラチナ会員とかね、そういうのやるみたいです。旧会員になると入館の手続きが早くなったり、ロッカーがですね通常の、倍の大きさだったか4倍の大きさだったかね、巨大なロッカーが使えるようになったり、それからポイントがたくさん貯まりやすくなったり、他にもいろいろなところで優遇がされます。あとは宿泊したときはチェックアウトが延長されるんだったかな。なんか本当にね航空会社みたいなサービスで面白かったですよ。お腹減ってたんでね、いろいろ頼みました。朝からたくさんです。朝からビールってのは多分世の中贅沢になるんでしょうね。ビール飲みながらね、7月のまあ日差しは出てませんけどでも暑い、この下を歩いてる人たちを眺めるというのも午前中のいい楽しみです。一人で来てますんで唐揚げも好き放題。味付けが濃すぎなくていいですね。であと特にこれなんですけどね、これ690円、多分こういう品揃えの中ではかなり安い方だと思います。野菜が高いからね。でも全部食べ終わりましたんで、これですね、さっき入り口のところで中国人の人が配ってたんですけど、中国式足底んだら健康法。まあ、いつもねこのマッサージっていうのスーツさんいつもあちこち行きまくってね、体も凝ってるでしょ、やってみればって言われてたんですけど、なんかいまいちやってみる気にならなかったんですが、今日はなぜかもう足がねめちゃくちゃ朝のこの時点で疲れておりまして、ちょっとやってもらってから帰ろうかな。そんでねその後マッサージもやってもらったんですけど、まあいろいろ話すことありますよ、いっぱい。まあ、まず私はマッサージなんてねやったことがないとさっきも言いましたけどね、わけでしたのでよく分かんなかったんですが、ここにね世界のマッサージ、いろんな方法のマッサージがこうできる人がいるんですね。で私はさっき5階に泊まりまして、でその5階にあの中国式のマッサージがあって、中国人の人がねあのチラシ配ってたんで、じゃあそれかなと思ってやってもらったんで、これしかないのかと思ってたんですけど、足底なんか足裏のやつと、それから、オイルセラピーと、それからなんだこれ、足流療術、イギリス式のやつもあるんですね。でそれからタイのやつもあるとか、もう本当にいろいろあるわけでして、まあ、その中の一つに過ぎなかったんですが、4400円払ったな、この、頭頂陽気比というやつでねやってもらったんですけど、超うまかったんですよ。それがもういつも涼しい顔して背負ってるこのリュックサックですけど、これがですねなかなか重くてですね、あのちょっと気を抜くと後ろにひっくり返る、うわちょっと私ひっくり返るんじゃないかっていうぐらいに重いわけですけれど、あのそういうリュックサックでもう肩もコリコリだったんですね。わ凝ってます、すごいですよ、こうリンパをゴリゴリうわーみたいな感じだったんで、まあそんなに痛くなかったですけどね。あの話の分かる方で、日本語も上手な方で、あ日本語も上手ですけど、あマッサージはもっと上手ですねみたいな、これあそういうこと言わないみたいな、まあ、そういう感じでね、あの軽いノリでやってもらったんですが、あの実はあのすごいそれあのこう喋りまくって40分間ねずっと喋ってたんで仲良くなったんですけど、あの後半の方で実は超すごい人だったということが分かりました。してそのマッサージしてた人はね、あのここのあの、ま、なんですか一番うまいレジェンドみたいな人だったんで、たまたまあのチラシ配ってた人で、あのマッサージやりませんかってこうチラシ配ってですね、はいやりますで、そのままじゃあ一緒に行くかってそのまま行くことになったわけなんですけど、そしたら超うまい人で、あのいろいろとね万葉クラブ の裏話みたいなの聞かせてもらったんですけれど、あのさっきちょっと JAL の上級会員みたいな、ね、制度があるって言ったんですけど、上級会員なんかその VIP みたいな人が結構いっぱい本当に来るみたいでして、もうそれでなんか1日で十何万も使っていく人もいるんですよみたいな、そんな十何万ってどうやったら使うんだってぐらいなんですけどね。でだ、まあ、の今回主に映してきたシーンを見ていただいても分かるように、そんなになんかすごい豪華な感じの場所ではなかったじゃないですか。だからそういう豪華な場所っていうのはこのビルの中のですね、まあ、どっか例えばあそこ多分そうなのかなと思うんですけど、あそこになんかねすごい高級そうなお酒がずらっとこう並んでるじゃないですか。多分ああいうような空間は上級会員もうすごいめちゃくちゃここに利用しまくってるような人しか来られないんじゃないですかね。で年間4万円以上使うとゴールドになるそうです。
でその会員資格がゴールドとかそれぐらいになると、あの通常立ち入れないところにおそらくは入れるようになるんでしょうね。まあ、でもね、さすがにそうは言ってもそんな超 VIP みたいな人がなんでこんな、まあ、ちょっとスーパー銭湯のデラックス版みたいなところね、そんな魅力を感じるのかなと思ったら、あの一番のここの価値はマッサージにあるんだそうでして、もうマッサージのためにここを通う常連の人がねいっぱい来るらしいんですよ。で、あの私も全然マッサージなんてね、今までお金払ってやってもらった経験は1回だけ人の金でやってもらったこと、あの奢ってもらったことあるんですけど、それだけでして、あのまあ上手い下手なんてのは分からないんですが、まあ多分ねその人はねめちゃめちゃ上手かったと、もうやってもらってもくすぐったくてくすぐったくてしょうがなかったんですけど、前にやってもらった時はね。今はもう全然そんなことはなくて、で肩の凝り固まってたのもね、なんか全部軽くなったし、足もまあ正直言うと 100% 全開したわけではなく、あのまだちょっとだるくさも残ってはいるんですが、多分ねそれはもうマッサージではどうにもならない類のやつだろうなと自分でも感じますので、あの十分満足です。で上級会員用のエリアになると、もうなんかまるでこのスーパー銭湯みたいな雰囲気はもう完全に一掃されてですね、それはそれはいい旅館みたいな雰囲気になるそうですし、また高級旅館さながらの立派なお部屋もあるそうです。私も今回ですね、1万8000円ほど実は使いました。まあ、そのマッサージ代がね結構したのと、あと食事でそれぐらいになってしまったわけですけれど、1万8000円ぐらいあの使いましたので、これだったらもう一回ね、あの同じようなことすれば、ああこれでそうか、上級会員になってね、なんか超リッチな感じのところ行けたんだなとか思うんですけど、なかなかこういう温泉施設ってないと思うんですよね。他に聞かないんですけど、でもなるほど、それであのつまり大衆的なあの港未来に来るお客さん、まあ一般的なねこの辺の観光客と、それからあのマジモンの VIP を区別して、それぞれに差別的なサービスをしようということをやってるんですね。まあ、その人がね自分であの私はうまいみたいなことを言ってたというか、あの私をあの指名してあの来るお客さんがいっぱいいるんですよみたいなことを、あの自分で仲良くなったからそういうことを言ってもあのもう感じ悪くならないような雰囲気だったんで、あの聞かせていただいたんですけれども、あのただねその方はねこういうふうに言ってました。あの一回ぜひあの普通のマッサージにねあの行ってみると、そうするとねあの違いが分かると思いますから、だからよかったらあのまた来てくださいねみたいなこと言ってもらいましたけどね、あの確かにその人の話ぶりからも大変よく勉強してるんだなっていうのが分かりました。あの私もやっぱそういうところに行くとついつい専門的なことをねいろいろとこう聞いてしまうわけでして、例えばこの部分を これがどことつながってなぜツボはこうなんですかみたいな話もいろいろ教わったんですけど、そういうのをね聞いてちゃんと論理的に答えられる人っていうのはね概ね優秀だというイメージがあります。そのマッサージの様子を皆さんご覧に入れられなかったのがちょっと残念ですけどね、まあ、そういう雰囲気の場所ではありませんから、マッサージにしろ温泉にしろあの施設の真髄をほとんど映像で紹介できていませんが、しかしこれでもね何かこう皆さんから感じ取っていただけたらよかったかなと思います。あの辺にこう足湯があるわけですね。でこの観覧車越しにランドマークタワーを見ようと、それだけでも十分いい景色です。どうもありがとうございました。